い、皆さんこんにちは。11月が今日は最後の末日ですが、教会の歴では新しい教会の年の歩み、つまり対抗節アドベントが始まりました。昨日の日曜日が第一の主日です。とで今日はですね、しかし11月のその最後の日、11月30日は、イエスの12人の弟子の一人、使徒聖アンデレの祝日になります。アンデレについて私たちはあんまり知らないでしょうが、今日の聖書の箇所を読みますと、この箇所、今日は必ずこの彼ら弟子たちがイエスから召された、招かれた場面、その最初の弟子たちの中にアンデレがまずいるわけですね。まあ少しそれ短いので読みますと、またマタイによる福音、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を売っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親を残してイエスに従った。まあこのイエスの活動の最初に、最初から呼ばれたこの四人の中心となる弟子たちの中にアンデレがいて、アンデレはペトロの兄弟、お兄さんですね。ところで、昔私は一度ですね、イエズス会の修練者といいますが、最初に修道生活を学び始めるその人たちとですね、毎年夏休みに山口県に紀尾というところにイエズス会は小さな海の家を持っていて、そこで10日間ぐらいこう夏の一番暑い時に休暇を過ごすので、でそこにですね、ちょっとミサが必要だというところで言うので、瀬戸修練長様、瀬戸神父様から呼ばれてですね、その10日間修練者と一緒にそのミサをしながら一緒に過ごしてくださいということで、私は東京から山口に出かけたことがあります。みんなと楽しくその10日間過ごしていた真ん中ぐらいの頃に、瀬戸神父さんから絵はがきが来ました。絵はがき、初中お見舞い申し上げます。その後一言カッコして、彼らは漁師だった丸、瀬戸勝助と書いてあるわけです。あ、なんだろうこの意味はと。その時は我らが海辺で漁をするわけではないんですが、海辺で最初の弟子たちのように、生活を、海辺で始まったと、その意味なのかなと思いましたが、実はこの福音を読んでみると、彼らは、イエスは人間をすなどる、人間を取る漁師にしようと。つまり私たちが成長して、この本当に人々をこの神の国に導く、ものとなる、この漁師が打つ網を通してたくさんの、魚がかかるように、その魚じゃないんですが、人間はこの神の国に、この弟子たちが放つ心の網を通して神の国に導かれるわけです。そのことを少し思い出します。対抗節の始めなんですが、対抗節は静かな歩みとともに始まりますね。静かな歩みとともにクリスマスへ向けての4週間です。このアンデレという弟子はある意味で静かな弟子です。福音書の中に時々顔を出しますが、どっちかというと脇役、しかし脇役ですがとても大切な、ペトロをまずイエス、ペトロはもっとこうリーダーシップを取るのに対して、アンデレはいわば
脇にいて、まあ、縁の下から支えるようなタイプですね。私は日本人であんまりアンデレという洗礼名を持ってる人に会ったことはありませんが、ドイツにいた時いろんな人がアンデレ、アンドレアスがいますが、大抵お兄さんです。ちょっと聞いてみると、兄弟はというと弟とか妹とか、大体お兄さんのタイプで、こうあんまり激しくなくて、ちょっと温和な、全体のために、そういう弟子もイエスの中で大切な存在でした。今日はアンデレを記念しながら、この対抗節の週の月曜日、私たちが対抗節に、まあ、誠の光であるキリストへと人々と共に人々を助けながら歩むことができるように互いに願い求めましょう。はい、それではまた皆さんお元気で、風に気をつけてください。